引き続き22シーズン再建スペシャル、はい、はい、次はボランチ編お願いします。はい、ちょっと下がり目のボランチから、はい、岩尾ですね。岩尾大先生しかいないでしょう、はい、じゃあ行きますよ。はい、お願いします。じゃあ判決を言い渡します。これは高いですね。どうですか。これは土着素高いですね。土着素高い。本当はもっと上げても、最初パッと思いついたのは95とかしようかなと思ったんですけど、ショルツとほぼフィットするのに最初時間もかかってるんで、そうです、ね、それはやりすぎだなと思って8-8にしたんですけど、うん、単純なパフォーマンスだけ見るならもう95ぐらいでもいいかなって思うぐらい、うん、彼は素晴らしかった。もう守備の予測、ポジショニングもそうですけど、周りを動かすことなんかも含めて、すべてが素晴らしかったし、で、この状況を変える展開力もあるし、まあ、シンプルにもつなげるっていうところで、もうどん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 重ねれば重ねるほど彼はスーパーになってきましたね。アンカーの選手ですけど、状況的に前に行くようになっても結構プレーできるし、ライン間とか入ったり、そこでも結構やれる技術があるので、本当に隙のない頼りになる選手だなと思ったし、さらにセットプレー、コーナーキックのもう鬼の精度、フリーキックもあるし、基本的にキックがすごい上手いので、その辺が、まあ、アシストもトップでしたね、チームで。そうですね。慶応のつけようがないです。慶応がないぐらい。まあちょっと失点につながるミスが広島戦とかであったのと、まだ序盤フィットしなかったぐらいか。そうですね。それもしょうがないですもんね。ある程度完成したチームには。最初入ってきたわけですからね。うん。そこも含めて。まあ、しかも、そこのところで、浦和に入ってきて、今までのリカルドのサッカーをやるのか、浦和のみんなが持ってる思考に合わせるのかっていうところで本人悩みながらも、答えを出すのはまあまあ早かったなっていうところで。しかもこんなにフィットできるもんなんだっていうところにも驚きましたし、スーパーでしたね。で、これだけ、連続で試合に出られた。まあ、疲れは終盤絶対あったと思うんですけど。そうですね。年齢的に考えたらね、うん、もっとへばっても良さそうなもの。34歳、5歳ぐらい。34で、来年35ですね。うん。肉体って人によって違うので、うん、あれだけ動けてたってことはまだいけますね。うん、連戦できてたってことは。そうですね。そんなになんか衰えを感じないですもんね。はい、うん。ただまあ、スーパーすぎてあまりに頼りすぎてると、ある日いきなり怪我をして、それをきっかけに彼のサッカー人生が一気に終わりに近づくってこともあるので、年齢的にそうですよね、はい、回復が難しいですもんね。そうなんです。35過ぎてからの怪我って本当に一気に終わりに近づく可能性が出てきちゃうので、本当に酷使させないで。そうか。でもやっぱりスーパーなんで彼に耐えることにはなるでしょうね。じゃあ岩尾の次も考えなきゃいけないと。もちろんそれがうまくいってないんですよね。本当平野の柴戸と揃ってるはずなんですか。あと安井、うん、で岩尾がスーパーすぎちゃって出れないっていう問題も出てるんですよね。うん、まあ、意外とでタイプ的には安井が一番いいのかもしれないですね。ただあんまり見てないもんな、うん、正直どんな選手かもまだ俺たちは把握してないっていう。平野でいくともう一人の組み合わせでももう少しプレーの内容を変えた方がいいのかもしれないですね。まあ、彼の場合はサイズの小ささとかもあるので、あのまま置いとくと、まあ、守備フェーズになった時に辛くなるので、うん、まあ、伊藤敦樹が一緒にやるにしてもポジションですよね。もう少し低めに下がってプレーするのかっていうところを調整した方がいいかもしれないですね。ちなみに来年もリカルド・ロドリゲスさんじゃなくなるのは確定してまして、はい、裏剣の方で福田さんが、はい、もう8月か9月ぐらいの頃から、うん、ちょっと次の監督になった時に、うん、もう岩尾が使われるかどうかもわかんねえから、うん、取るかどうかは考えた方がいいぞ、結構幅がある選手じゃないみたいなことを言ってたんですけど、うん、仮に次の監督が、まあ、全く分かんないんですけど、うん、ちょっと縦に速いサッカーやりたいみたいになっても対応できますかね、うん、彼すると思いますよ。全然大丈夫、うん、どこまでっていう意味で言うと難しいですけど、まあそうですよね、はい、はい、なんか昔のライプツヒぐらいやりたいんだったらさらに突き抜けた選手の方がいいかもしれないですけど、うん、でも十分に対応できるぐらいものあると思いますけどね。大体そういうふうにストーミングって言われるようなスタイルをやると大体相手は蹴っ飛ばしてくるんで、そこを超えて、じゃあそういう時に蹴っ飛ばしそうなところを予測してセンターバックの前にポジションを取れるかって言ったら、この選手はやっぱ抜群なんですよ、そういうところ。なるほど。そうじゃない、まだ一本槍から抜けててない選手の場合はもう普通にスカーンとバイタル開けるんですよ。そこら辺考えてもやっぱこう岩尾でどんなスタイルやっても岩尾で行くべきだと思いますけどね。おお、すごい。さすがこれが88につながった、その評価が、ね、はい、普通に聞いてませんか、プレッシング局面でも。いや、いいですよ、本当に、うん、もう俺大好きですよ、今。柴戸が行けば、相手にアタックしきれたみたいなシーンはあるかもしれないですけど、でも、
そういうシーンでもちゃんといけてはいるので、うん、いいんじゃないですかね。総合的にその方がいいなって思いますね。じゃあ来期も岩尾でいきましょう。ありがとうございました。